今はそんな時代じゃないと言われますが、被災者、被害を受けるのは生身の人間です。市民のことを考えてください。意味のわからない精神論を振りかざさないでください。簡潔にお願いいたします。その前にじゃあ簡潔に質問させてくださいよ。今のはさすがにむちゃくちゃですよ。いやいや、むちゃくちゃじゃない。全く簡潔でね、ぐちゃぐちゃの質問を意見表明をさせておいて、執行部の発言をしておいてですね。議員は本当に情けないほど理解されてないんだなと思いますが、その責任を誰に押し付けるんですか。あなたは市長としての責任を投げ出した。撤回させてください。あれ、由々しき時代ですよ。好きなことを言うより恥ずかしい。議場のルールを無視し、市長のプライベートに関することを議論の焦点にしようとする山根議員。市長がブチギレて注意するよう議長に求めますが、政治会のお仲間である議長は応じず、議会は混沌とします。それではご覧ください。先ほど副市長、組織の中で、は公務でないため把握ない、18日は把握していた、19日は午前7時から22時、ということで、それぐらいの市長の行動をこの市民の皆さんが避難所にいたり、そして野町の方では床下浸水したり、木が倒れたり、いろんなことがある市民もいらっしゃる中で、消防団は夜を徹して動いてますよ。ねえ、思いのほか被害はなかったです、だけれども、それを個人のプライベートだと3日間、職員も動いてますよ。避難所やいろんな対応に、災害があるとひどくなるかもと仮定することも災害対応の一つです。想定だけで全て変更することなく動けますか。危機管理課にお聞きいたします。想定のそのままで変更もなく、この台風14号の対応ができたのですか。お尋ねします。答弁を求めます。松崎危機管理官。答弁申し上げます。16日の会議をしてから17日18日と広島地方気象台が開催をします台風説明会というものがございます。これにウェブ会議で私ども参加をいたしまして、随時最新の台風情報を把握し、そして全幹部に共有をさせていただきました。18日につきましても消防団等と相談をいたしまして、消防団の配置について19日の0時から配置をお願いしたところであるんですけれども、これについては消防団が一番安全に登頂といいますか、各詰め所にですね配備できる時間帯を選んで団長が決めてくださったものだということになっております。したがって16日に最初から18日まで災害対応を変更せず対応してきたものではないというふうに私としては理解をしておりますし、全幹部で共有をさせていただきました。以上になります。答弁を終わります。山根議員。市長はご自分がいらっしゃらなかった間、対策法務庁の権限代行者を決めておられましたか。答弁を求めます。石丸市長。質問の意図がさっぱり不明なんですけども、話を聞かれてなかったんですかね。よろしいですか。なんか先ほどからですね、現場を見定めるとかよくわからない精神論を押されるんですが、私が何ですか、滝にでも打たれてたら災害対応うまくいくんですか。薪の上に正座してたらみんながキビキビ動いてくれるんですか。そんな意味のわからない精神論を振りかざさないでください。今危機管理官から説明があった通り、情報は随時共有され、必要なものについては指示が出せる体制をとっています。ご想像ができないのかもしれませんが、今21世紀です。どこにいても連絡はつきます。携帯電話もあればインターネット、動画の共有だってできるんです。あまりにも視野が狭い、昔のまんまの発想で無理難題を押し付けるのはやめていただきたいと思います。そのような発想ではそもそも今の時代災害に対応できません。私がどこにいようとも基本的にはこの町は動く、災害対応もできる、それを作り上げるのが市長の務めです。そしてそれを実行しています。変な先入観はやめて言いがかりもよしてください。答弁を終わります。山根議員、本当に災害対応のことを全く勉強されてないですね、市長は。危機管理官、こういうものあるのご存知です？見えません。申し上げます、これ私が持っているのは消防庁が令和4年に出した令和4年ですよ、市町村長による危機管理の要諦です。初動対応を中心としてと書いてあります。これはですね、被災自治体の首長提言を消防庁がまとめたものです。元は自治体トップの災害対応の在り方に危機感を持った消防庁が有識者の意見を聞き、また項目の列挙だけでは経験していないトップには伝わらないとして経験者からのメッセージも掲載し、初めは平成26年、2014年に研修資料として作成されました。その後も災害を中心とした事例集が作成され、今に至っております。20数項目ありますが、一つは初動体制について、危機事態が発生した場合、また発生が予想される場合、最悪の事態を想定して一刻も早く本庁舎災害対策本部設置予定場所に駆けつける、これ市長の初動体制について取るべき行動だというアドバイスです。そしてもう一つ大事なこと、全責任を負う覚悟を持って陣頭指揮を取るという自治体の長としての責任と心構えの問題を伝えています。これを作成に関わった方は、当時の時事通信社の解説委員の方ですが、必ずどこの自治体にもあるものだと、これを見て学んでくださいと言われてます。この職員、幹部の中で、この市町村長による危機管理の要諦、初動対応を中心として、読まれたことがある方、見たことがある方、いらっしゃいますか？いらっしゃらない。秋田方氏は、災害に対して、もっともっと学んでいかなきゃいけないと考えます。私はこれを言うために、この場に来ました。キモいと言われますが、今そんな時代じゃないと言われますが、被災者、被害を受けるのは生身の人間です。市民のことを考えてください。ここでじっとして携帯持ったり、ネットでつながってるだけで物事は解決しません。その場に行って助けを起こし、そして家財を守る。そうですか、ノーですか。私、今日ここに来る前に、また今の安芸高田市、厳しい状況にある、それについて、本当にと思うことを新聞で見ました。なかなか必要な時に出てこないのが市場ですが。質問を簡潔にさせてください。はい、今ですね、12月7日と8日に中国新聞に、広島県教委の話が出てました。トップに対する歪みでしたかね、トップダウンに歪みが生じる、そして職員が忖度をして意見が言えない、そういう記事が上がっておりました。私はそういうことのないことを期待いたしますが、今まさに市長の言われることをこれまで災害経験のある職員の方々がそのまま受け取るようでは、この秋田方市、災害対応、本当に危機だと思います。しっかりと市民の命、安全安心、そして財産を守るために動いてください。災害対応について、もう一回学び直してください。私もこれを見て、あ、これではいけない、考えなきゃいけないし、対応しなきゃいけないと、そういう気持ちになりました。これに書かれている首長たちの心は、本当に悔しくって、命を救えなかったこと、自分が責任を取らなきゃいけなかったけど取れなかったこと、いろんな思いでそれがこもったものです。しっかりと市長にもですね、これを受け止めていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。執行部に申し上げます。先ほどの山根議員のに通告した中で答弁漏れがあると思いますが、答弁漏れは執行代行は決めていたのかという質問です。はい、それがありませんでした。はい。補足して説明します。石丸市長。はい。補足してまとめてご説明します。まず勉強不足云々をおっしゃるんですが、ご自身の勉強不足を人に当てはめないでください。石丸市長に申し上げます。先に答弁をお願いいたします。説明の順序はこちらが決めちゃダメなんですか。いやいや。先ほどの答弁までの答弁をお願いいたします。じゃあ話しますよ。執行代行は決めてい。私の順番で話しちゃダメなんですか。いやいや、順番よか。そこまで議長が内容に言及ができないですよね。ちゃんと答えます。議長では整理権は私にありますので。じゃあもう発言が認められないですか。いや、発言は認めておりますけど。喋ります。いや、ですから、先ほどの答弁漏れの答弁を。順番がありますので、順序立てて説明する方がよろしいかと思います。簡潔にお願いいたします。その前にじゃあ簡潔に質問させてくださいよ。今のはさすがにむちゃくちゃですよ。いやいや、むちゃくちゃじゃない。全く簡潔にぐちゃぐちゃの質問、意見表明をさせておいて執行部の発言をしておいてですね。議員は市民の意見を代弁する場として一般質問しているんです。一般質問をしちゃいけないって書いてあったじゃないですか。いやいや、書いてありましたよ。執行部は議員を通して市民に対する説明責任があります。ちゃんと私、その前の議会で説明しましたよね。要望とかね、そういう好き放題言うんじゃなくて、ちゃんと執行部に質問をしないといけない。だから今も質問で終わらないといけないですねって言ったんですよ。ですから質問に答弁をお願いいたします。はい、では順序立ててご説明します。まず先ほどご案内された資料ですが、私はそれは存じ上げませんが、おそらく内容については理解できていると思います。この執行部のメンバーにおいても同様です。なぜならば、そういった類のものはありふれているからです。世の中に消防庁だろうどこだろうと今に始まった話ではありません。それこそ私が前職の時代から防災対応というのは民間企業ですらマニュアル化されてます。これが現状です。先ほどご自身が助言があるというふうに申されましたが、その通りだと思います。アドバイスです。やらなければならないという決まりではありません。そして大事なのはその概念を理解することです。その場に行けという指示ではないんですよ。情報を共有して意思決定できるようにしなさいというのが助言の趣旨のはずです。あまりにも短絡的です。理解が足りません。その下りで、被災経験のない自治体首長云々とされましたが、この自治体はあります。私自身も昨年経験しました。その意味で私を含め職員、安芸高田市というところはおよそ必要なものは知り得てます。実感を持ってます。だからこそ今回金曜日時点でその予測をもとに対応の指針がしっかりと定められたんです。あれはどっかでマニュアルを聞きかじった程度で作り上げられるものではありません。山根議員は行政というもの、行政組織というものをあまりにも理解されてない、勉強が不足しています。その意味で最後にお伝えしますが、市長が連絡可能な状況である以上、代行は立てる必要がありません。山根議員、よろしいですか。山根議員。本当に、市長は連絡ができるところにいればそれでいい、それで十分と思っていらっしゃる。ように承りました。だけれども代行はいらないと言われます、本当に、情けないほど理解されてないんだなと思いますが、市長の権限、本部長であったら決めるのは市長なんですよ。で、市長がいない場合は職員が全部回すわけじゃない。一番責任を持って決めるのは市長です。災害対策本部の本部長として何かあった場合、指示を出すのが市長です。そして、その市長がいない場合、その責任を誰に押し付けるんですか。それはしっかりと特別職、福祉庁、あるいは教育庁、その方たちが責任を持って行うものです。それに基づいて職員は動くんです。そういうことが分かってらっしゃらないのかなと。職員が動くから、自分の一言の指示で、本当に千葉の方にいて、大雨で、豪雨で、昨年のようなことがあったらどうするんです。昨年の経験があるからこそ、まさか市長がこういう行動を取るとは私は思いませんでした。まさかです。あなたは市長としての責任を投げ出した。そうとしか思いません。あなたいう言葉を失礼いたしました。市長、もう一度申し上げます。書いてあるものがマニュアルが古いと言われますが、マニュアル書いてあるこの要諦中身が今の時代には合わないようなことをおっしゃいましたよね。もう一度申し上げますけれども、まずはトップである市長は全責任を負う覚悟を持って陣頭指揮を執る。そして最も重要なことは駆けつける。そして体制を作る。状況を把握する。目標対策について判断する。住民に呼びかける。本当にこれを一つ一つこなして、そして動かれるべきだと。そして今私に投げかけられた市長の言葉に対して、副市長、何か言われることはありませんか。山根議員、それ質問ですか。はい、はい、副市長に、市長に対して、災害対策本部長である市長に対して、市長の考え方について、副市長としてご意見がありませんか。お答えはいただけませんか。質問が終わったら座っていただきます。はい、答弁をお願いします。これは米村副市長に答弁をお願いいたします。順番でよろしいですか。先に米村市長にお願いいたします。なんで順番をしてるんですか。山根議員が米村市長に。執行部の答弁は執行部が選べないですか。私初めて聞きますけど。いやいや、執行部どうですか。執行部じゃなしに、山根議員は米村市長に答弁を求められております。指名が強制力はあるんですよ。ありますか、準備。ないですよね。後で答えますか、必要ない。いや、後で伝えるのではなく。いやいや、後で答えますか、必要ない。はい、山根議員。こっちですよ。ちょっと待ってください。私の内容には。中身があります。本部長の代理となるべき人、副市長がどのように思っていらっしゃるかお聞きしたいという思いでの質問です。どうしても主張がされますか。山根議員が副市長に答弁を求めておられるんです。ここは一対一の質疑応答する場ではありますけれども、同時に全市民に対して状況を説明する場でもあります。それはそうです。はい。ですね。はい。そう必要があるから今日は、はい、それでは簡潔にお願いいたします。石丸市長。はい。ではまず質問を簡潔にさせてください。意味が不明になってきてます。お願いします。山根議員、繰り返しますが、自身が理解できない、想像ができないことについて、相手が勉強不足だと気軽に言わないようにしてください。その内容が古いというふうに申し上げたんじゃないんです。山根議員の発想が古いと申し上げたんです。よろしいですか。そのマニュアルに書いてある要諦、本質は何か、もう一回伝えますよ。繰り返しますよ。情報を共有し判断をすることです。その結果組織が動くんです。それができる体制を取りましたし、できていました。一体何が問題だとおっしゃるんですか。どこかで私の判断が欠けましたか。欠けた事実があるんですか。ないですよ。勝手な想像で物を言わないでください。そうならないように静かにしてください。山本議員、以上あれ認めますか。静かにしてください。これは本質的な話です。マニュアルの字面を偉そうに言う場ではないんです。その中に何が記してあるのか、それを理解するのが大事なんです。でなければマニュアルは意味をなしません。意思決定をする場所、時間、それを生み出した私は夜寝る時に誰かに代行を頼むんですか？そんなふざけた話はありません。寝てでも起きれば連絡がつくんです。そのような環境を整えている限りにおいて問題はありません。生じていないのが実際です。引き続き答弁をお願いいたします。米村副市長。災害対策本部の本部長は市長でございます。先ほどから出てる通りでございますが、市長に事故等があればその代行をするのは私の立場であります。いつでも代行で本部長代理を務めることは私も確保するというか待機しておりましたのですぐできる状況にありました。で今回の事例から言いますと、そういった状況になかったため、本部長からの私の代行の指示もありませんでしたし、私が代行するようなことはございませんでした。今回の対応については適正と思います。よろしいですか。はい、山根議員。はい、山根議員に申し上げます。はい、簡潔な質問をお願いいたします。はい、市長は、今回、副市長もですけど、問題はなかったと言われますが、市長はトライアスロンの競技に入ってるんです。いつも連絡が取れる状況ではありません。そうでしょう。泳いでる。携帯持っていきますか？泳いでる、そしてバイクに乗る、ランをする、到底3時間ですよね、2時間何分でしたよね、その時間は競技に入ってる、その時間、18日ですよね、18日、台風。山根議員に申し上げます、はい、これは一般質問でありますので、はい、質問は簡潔に、はい、競技ではありませんので、そこをよろしくお願いいたします。はい、そういう中で、対応ができなかった時間がどうしても生じているわけです。そこのところを認めずに、スマホのマニュアルだけでと言われますが、自分が対応ができない、そういう時には代理も立ってなかったと言われますが、それはしっかり認めてください。そういう時間はありましたよね。ご質問します。答弁を求めます。石丸市長。また繰り返しますが、プライベートの時間において何をやってたかというのを焦点にすべきでないはずです。以上、市の一般事務からは遠くかけ離れてますよ。撤回させてください。あれ由々しき時代ですよ。好きなことを言うより恥ずかしい。でポイントとしては、私が連絡つかない状況にどれだけいたかです。正味30分、それ以外においては常時携帯をスマホを携帯した状態に私はありました。3日間、30分さえも許されないんであれば私は風呂さえ入らないです。言いがかりはよしてください。山根議員。どうしても個人の時間を、いくら対策本部から立ち上がってても個人の時間、公務をする時間と見なされない、というところが本当に今後災害が起きた秋田から市にとっては大変な考え方をされる市長だなと思います。しっかりと副市長がそれを分かっていらっしゃればいいんですけれども、こういうの副市長のお言葉を聞くと、先ほど申し上げましたトップダウンの歪みです。しっかりと忖度せずに指摘できる執行体制を整えていただきたいと思います。先ほどトップダウンの歪みって言いましたけど、歪みに訂正をいたします。以上で私の一般質問を終わります。いかがでしたか。相変わらず感情論、精神論を押し付けるばかりで建設的な議論になりませんね。議場のルールを守らない議員、それを注意しない議長、議会としての機能が失われています。この様子を見ていた傍聴席の市民は一体どういう心境だったのでしょうか。皆さんは今回の件についてどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。